モンゴル系民族ダウール族ダウール族はモンゴル系の民族。中国領内の内モンゴル自治区北部のフルンボイル市、国流交渉が元来の居住地であり、また、新代の建立年間には、新疆に駐屯兵が派遣され、その末裔数千人が旧駐屯地に分布している。人口は約13万2千人。新朝時代には、エベン貴族、オロチョン族、 ホーチンバルグなどとともにソロン8期に含まれ、言語、文化などの面で他のモンゴル継承集団とはかなり異なる独自性を有しつつ伝統的に自らをモンゴルの一部と認識してきた。中国人民政府が建国直後、国民の民族所属を定めるために行った作業ではソロン8期を構成する所属のうちバルガが猛古族の一部として識別される一方、 ダウールを含むその他の各族はそれぞれが別個の民族として識別され独立した少数民族の一つとしての地位を付与されることとなった。ダウールは固有語としてモンゴル諸語に属するダウール語を有するが自然地理的、人文地理的環境による影響から従来よりモンゴル語とのバイリンガルが多かった。民族の出自には モンゴル文季節と北端タ末教説の二節があったが、現在、中国、日本、ロシアの研究者の多くは、その語意と伝承から彼らが、キ端貴族の大菓子と関係が深いと考えている。信頼より、漁業、牧畜、狩猟、農耕などに従事し、かつては、オロチョン族やエベン貴族などと交易も行い、比較と引き換えに生活用品、銃や産卵、 酒などの嗜好品をそれらの民族に供給した。血液サンプルによる DNA 分析の結果、モンゴル国の多数派部族であるハルハに最も近いと、される。一部のダウール族は寝代に満州八金に編入されて、北京に移住した。戦闘帝、フギの皇后、遠洋のゴブロ氏は、満州族と同化したダウール族の子孫である。日本語ではダウールのほか、 ダフール、ダグールなどの表記が広く用いられている。ダウール語による辞書は、ダウールで、中華人民共和国による、この民族の正式呼称、トールワツジ族は、このダウール語による辞書に基づく表記である。ダグール、ダゴルはモンゴル語による呼称。ダウール族出身のモンゴル学者、オノンウルグンへの著作にも、ダグールという表記が見られる。ダフールは、 神代の中国語音をかな転写し,した表記。表記は、ダコジ、トールコジ、タシュトラジ、トールコジなどが用いられた。モンゴルの一部と自認していたことから、この民族の知識人はまず、モンゴル語の読み書きを学び、また神代においては、彼らの居住地における行政用語であったことから、満州語、満州文字が学ばれた。その結果として、ダウル語には独自の文字がなく、 全般的に、モンゴル語からの釈用語が後半に用いられ、満州語からの釈用語も多い。新疆の移住者は、上記に加え、隣接するカザフ族の言語を身につけることが期待された。中華人民共和国の統治下で、ローマ字のアルファベットを用いたダウール語の表記方式が考案されたが、公用語として正式採用されるには至らず、 公式の場面では、モンゴル語及びかつて、満州語が占めていた地位にとって変わった中国語が用いられる状況が長く続いた。その結果、ダウル語を母語として身につけるものが非常に少なくなり、ダウル語は消滅の危機にある言語の一つとなってしまった。あまり一般的ではないが、満州文字を使用して、ダウル語の発音を表記することもある。ありがとうございます。